キング、リンチェプリンスのゴサーキンプルラスト企画にあの時間がずっと続けばいいな5人での活動解雇解雇。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キング。 リンチェの流瀬角が24日深夜放送の自身がパーソナリティを務めるラジオ流瀬角のアジオカーペーンレイディー・オー・ゴーデン。毎週水曜24時35分からけら4時55分頃に出演出演。グループの冠番組、キング、リンチェ・プリンスル。日本テレビ系について振り返る場面があった。菱形キンプリ流瀬角、涙ぐみながら活動期間解雇。 22日をもって、平野市要、岸優太、神宮寺優太の3人が脱退し、CD デビュー5周年記念日である23日からは長瀬、高橋海と米印、こう、は正式には、はしごだか、の2人で活動しているキング、リンチェプリンス。この日、冒頭で長瀬は、5月22日キング、リンチェは大きな一つの節目を迎えましたと、挨拶は一拶。 同放送は21日に収録をしていると説明し、20日に放送された、キング・リンチェプリンスルについて約1年半の歴史に幕を下ろしました最後までスタッフさんからの愛をすごく感じる編集でいい意味で俺ららしいキンプルらしい放送だったかなと思いますと振り返った。そして、キング・リンチェプリンスル。 最後の企画で行った5人旅で花火を打ち上げたことについてファンから5人のためだけにあげられた花火はきっと綺麗で忘れられない思い出になったんだろうなって思うとなんだか嬉しかったです。とメールが届くと花火、ね。あの時間がずっと続けばいいなっていう風には思いながら打ち上げていただいてましたから。懐かしいわ、と介護。 ファンからのメールを読み上げながら涙ぐむ場面もあり、初めての冠番組が、キンプル、でよかった、と、しみじみと語った。モデルプリス編集部。情報、文化放送。ノットスポンソード記事。モデルプリス。平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方。 チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。